お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯は焼きうどんでございます。久しぶりの麺料理でございます、ね、ラーメンは最近はね出てきてるんだけど、うどんは最近はねやってなかったんでね、久しぶりにやってみました。焼きうどんでございます、味付けはね、醤油味の純和風な焼きうどんでございます。ちょっとね、かつお節をね、ちょっとね、いつもより多めに乗っけてみました。ちょっと冷めちゃったんでね、なんかかつお節が泳いでるようには見えなませんけどね、うん。これはこれでね、いいんじゃないかなって思います。で、お酒は久しぶりのね、トリスのサイダー割りでいきたいと思います。はい。私もね、結構頑張っておりますのでね、応援よろしくお願いいたします。はい。ね。ちょっとね、私もこれが、動画出すのがね、癖になりましたからね。なんか、これ、ね、動画出さないとね、ちょっとね、眠れない日々がね、続いておりますけどね。まあ、食べなくてもね、動画だけは出そうかなと思ってるだけでございますのでね。感じとってはね、頑張っておりますので、ね、僕の趣味チャンネルもね、よろしくお願いいたします。あとは特にございません。前のね、動画で話した通りのことでございます。あとね、カップラーメンもね、そろそろね、カップラーメンのいう動画もね、そろそろ出したいなと思ってますので、ね、そろそろね、何しようかって考えておりますのでね、よかったらね、見に来てください。よろしくお願いいたします。今回の夕飯動画と告知でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。ね、チャンネル登録とするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。